入門ダイヤへようこそ。画面表示の見方から説明します。これが速度目、速度制限標識があると、このようなこれ以上のスピードは出さないよう、これがマスコンレベル。マスコンを操作して、これがブレーキレベル。ブレーキを、非常ブレーキを使うような、これは得点。例えば、15、20、25と失敗せずいいプレーをするほど、どんどん点数が上がっていくから、頑張ってね。これは乗客の満足度。違反0になったら、これが距離メーターです。アライブは到着時刻、これがナビです。指示に従って、で、その内容がここに表示されます。では、実際に運転してみましょう。車内信号が点灯しました。ブレーキを解除してください。ブレーキを解除したら、マスコンのレベルを上げて電車を発進させてください。そうそう、その調子。速度制限の表、これはナビのこの表示のところまでに速度を65キロに落としてくださいという指示です。制限65、速度制限を守る。次は品川、品川出口は右側です。新幹線、東海道線、横須賀線。制限解除。速度制限が解除されました。ATC の信号が近く、これはナビのこの表示のところまでに速度を65キロに落としてくださいという指示です。見事、速度制限を守ることができました。その調子で頑張ってね。あと少しです。合格範囲の中で停車してください。品川停車12秒、運転乗務張り切って。電車の運転の仕方、お疲れ様でした。